前が指導するなって思ってはしなくていいだろう、まず突っ込んでしまいたくなるようなそんな内容でしたけれども、止まるとき、止まってるときなんだけど、こう行きかけて、で止まったときにこっち足だとね、こっちに振り返らなきゃいけなくなっちゃうから、止まるときはこっち振り返るために、なんでそういう癖をつけて、無意識に止まるときに振り返る方でちゃんと止まってあげる、でやると明るくなります。これちょっと体に負担になるので、逆足っていうのは体を痛める原因になります。でも絶対ダメということではないと、隠れて何かをすることがありましたよね。で、隠れてやる場合には隠れないで隠れるということが必要になってきます。隠れないで隠れる、だからこうこっそり何かをこう取ったものをこっそりしまう、ってこうやってやるの何やってるか分からなくなっちゃうね、見てる人には、なのでこっそりしまう時にも、例えばこうやって、取ったね、それをこうしまわずに取ったら、例えばちょっと離れていって相手に見えてないかなって言ってこうします。もちろんこっちでもいいですね、こっちでもいいです、こっちに人がいるんだったらこっちじゃなくてこっちを使う、っていう風に隠れないで隠れるにはどうすればいいかということを、考えてやっていくといいかなと思います。で麻酔を打ちますよね、もう覚えてないみたいな麻酔打ちましたね、このアイデアですね、相手の手に打とうと思って自分の手にプッて刺してね、刺してしまうね、で気がついてああってなんだね、ああ聞いちゃってるわけです大丈夫ですみたいな、この手メロメロになってる。皆さんも今後頑張って作業されて楽しんでいただきたいと思います。